バルセロナチャンス、この右足ですね、はい、さあ走り出して蹴った、どうか、これはトラウトです。11番メイネスタ、オープニングシュート、ラインのシュートは外れました。こぼれ球、胸でトラップしてボレーシュートを打ちましたが、わずかに今センタリング、さあバケーロ、ビッシェ、ビッシェ、ビッシェ、どうか、さあこれまだ持っているビッシェ、オランダのビッシェ、そしてストイチコフシュート、おっとこれはキーパー、キーパーのゼッツがキャッチしました。あ、やっぱりこの辺その南米らしい攻撃は見えますが、すぐにインターセプトされますね。さあラウドロップ、ストイチコフ、どうだ、ゴール、ストイチコフのゴールです。先制点は FC バルセロナ、ストイチコフの左足でした。今ちょっとした隙がありましたね、昨日もね、はい、練習で、ね、あの距離からフリーキックで、ね、約20本ぐらい蹴ってましたけども、 100% あのコース行くんですよね。そうですね、ですから練習で 100% 出したものがゲームでやっぱりきっとあそこに決められるという、そうですね、これはまさにプロのね、素晴らしさですね、うん、ここで一回周りを見て、グアルディオラから出て左足ですね、ね、見事です、左足はやっぱりすごい、この黄金の左足、狙ったところに 100% 行くというね。王さん、この繋ぎたいところ、さあチャンスだ、ライン、ライン、あーと、ラインのシュート、多数ですか、リトルのドリブルで上がります、そしてラインです、ワンツーリターン、さあどうか、速い攻めだ、そこシュート打てるか、ロナルド・ルイス、シュートは打てません、これインタッ、ラインが一旦戻してロナルド、サンパウロの攻め、うーん、いいボールが出ました、ロナルド・ルイス折り返した、どうか、おお、やっと一本がいなくなると大変なことになりますんでね、大変ですよね。グアルディオラ、ボールを回すエウセビオ、そしてアモール、さあカリーニャからミューレル、ミューレル速い、ミューレル現在フィールドプレーヤー、ミューレル、さあどうか、ヘディングはゴール、ライン、ライン、同点のゴールはラインです、1対1、それよりね、ミューレルのドリブルですよ、ミューレルね、それでね、シュートを見せるとね、はい、ところが相手を向いていった、はい、そこへライが飛び込んだという、あの、ここです、ここ。これはミューレルです、これはね、ミューレルが持っていって打つと見せるんですよね、打つと見せて、ね、この切り返しね、でセンタリング、素晴らしい、ラインのヘディング、ブラジル代表同士の、そうです、これがミューレル、この後シュートを見せると打つと、おっと見せかけて、ね、打たない、でセンタリング、狙いすましてラインですね、完全にばかりだと、ですからいい技術、戦術というものを作り、そして持ってる技術でですね、表現してる、トニーニョ・セレードからミューレルだ、ミューレル、あっとどうか、ミューレル浮かした、どうか、おお、クリア、クリアした、バルセロナクリア、ペレールです、素晴らしいプレー、入ってましたね、入ってましたね、入ってましたね、言ってましたよ、ペレールがクリアしました、結局ね、サッカーの面白さはここなんですよ、ゴール前のスリルですね、そうですね、予測できないプレーが次から次へ、ラウドロップ、ラウドロップ、後半に振ったか、ストイチコフだ、ストイチコフ、バケーロ、ストイチコフ、さあここでベギリスタイン、グアルディオラ、グアルディオラ、グアルディオラのロングシュートあったんですけども、さあ今度は逆サイドまで振った、さあどうか、こぼれた、シュートどうか、あっとこれはダメだ、テロナの選手に当たってゴールまでは届きません、パスのコースをがっちり読んでいる、さあラウドロップ、ラウドロップです、今度はバルセロナの反撃だ、ストイチコフ、ストイチコフ、8番のストイチコフ、さあ2人に囲まれた、向こうが逆サイド、ベギリスタインか、さあどうか、ベギリスタイン、ベギリスタイン、どうか、シュート、シュート、もうダメだ、ダメだ、ロナルド・ルイスがセービングしました、バルセロナの6番のバケーロというね、はい、この小さい選手がね、ストイチコフの左足、非常にいいプレーしますんでね、はい、画面に出てきた、大変ですよね、さあ今度はバルセロナの反撃だ、ラウドルック走っている、こちら側でストイチコフとシュートを打ったがキーパーのゼッチが、サンパウロの攻め、
非常に両チームともいいプレーをしておりますので、どちらがゴールを決めてもおかしくないと思います。ミュレルはどうか、ゴール前ライーだ、ラインには通らない。 FC のそのベンチがようやく喜怒哀楽を出すようになったんですよ。ほうほう、喜んだりがっかりしたり、その中でもテレサンパーラ監督全く動かなかったんですね。ラウドルップ、はい、その今のプレー、さあクーマンだ、蹴ったどうか、おクロスバーのわずかに上でした。 FC バルセロナ、この選手は去年1年間でその給料じゃなくて賞金だけで3500万円ぐらいもらったということです。すごいお金をもらっています。さあパリーニャから出た、さあミュレルどうだ。この時間になったらもうね、1点が致命傷になりますからね。そうですね。さあペナルティーエリアの外、パスを回すトミーニョ・セウゾ、ライー、さあどうか、カフーだ、ゴール前入れた、どうか、オフサイド、オフサイドですね。オフサイドの旗が、まあ、キーパーの腕の見せ所ですね。そうですね、でもキーパーは手も使う足も使う、大変ですね。さあ笛が鳴った、ライーです、動けない、ゴール、ライー、素晴らしいフリーキック、後半の34分、ライーが決めました。スビシャレッタ動けなかった、フリーキックも上手かったし、ゲームの運びが上手いでしょ。出たチャンスっていうものをこういうところで結びつけちゃうんですよね。すごい、キーパー動けませんでした ね、 ね、全然動けない、はい、ですね、これです。あ、壁のブラインドになってますかね。ギリギリ、ギリギリのところですね、あのストイチコフが入れたところと同じ場所ですね。同じですね、同じ場所だったですね、右足と左足の違いだからね、本当ですね、すごい。ライーって言った、車はいらないから、じゃあライーにあげようということで、ライーは車をもらったそうであります。さあカフーです、カフー、カフーが、カフーが行った、どうか、センタリング、ちょっと長い、そしてミューレルがもう一回折り返す、ゴール前、スピサレッタ、さあサンパウロが攻める、2対1、サンパウロがライーの2得点で逆転しております。先制点を取ったのは、ここでゴイコエチアにイエローカードが出ました。もうブラジルのサンパウロのベンチは万歳という感じです。ブラジル人特有の陽気さで、その優勝をもう感じて、それを体いっぱいに表しています。11番のカフーです。この辺のボール扱いがすごい。これで試合終了です。試合終了、サンパウロが世界一、トヨタカップ初優勝です。バルセロナ敗れました。ブラジルは9年ぶり、グレミオ以来3度目のトヨタカップ制覇。ブラジルのクラブチームに負けはありません。2対1、サンパウロが見事に勝ちました。逆転勝ちです。からお客さんがだいぶ降りてきて、ちょっとこの芝生の上はやや混乱状態という感じです。3分、ちょっと混乱しておりますが、